大家好，我是伊洛伊，中国华章。皆さん、こんにちは、マサパツバサです。ちょっと久しぶりのメイク動画になってしまいました。今回はですね、私が最近ハマっているメイクを紹介したいと思います。チャイボーグメイクだったりとか、あとは中国メイクっていうのが去年から結構徐々に流行ってきているかと思うんですけど、当初私がチャイボーグメイクを見ていた時は結構本当に中国のもう背が高くてもう美人で黒髪で綺麗めな方のメイクが流行ってるっていうのを最初は SNS とかで見てたんですけど、その時には私は自分の顔の系統があまりにも違うので、あ、なんか取り入れるのは無理だなと思って何も取り入れずに過ごしていたんですけど、最近インスタの中国版みたいなサイトを見たりするのも好きで、最近の中国メイクが結構ドールっぽい感じですごく可愛いなって思ったので、今回私はそのメイクを取り入れた中国メイクをしたいなって思っています。というわけでインスタにも事前に載せているんですけど、見てください、鼻が赤いんですよ。これは中国で言うとイチゴ鼻メイクというらしくて、イチゴ鼻っていうとなんか毛穴が黒ずんで詰まってるんじゃないかなって日本人だったら思うキャッチフレーズなんですけど、どうやらその鼻をちょっと赤くするっていうのが結構トレンドメイクになっていて、このイチゴ鼻メイクなんですけど、びっくりしたのがその中国のサイトを見ていたらこういう感じで作り込んだメイクの方以外にも、例えばガッキーのような清楚系の方でもイチゴ鼻をメイクしているっていうのがすごくびっくりしました。それだけやってるのかなって思いました。はい、というわけで私も今回どんな風に取り入れたらいいかなと思って、ちょっとまた相変わらず iPhone で夜な夜な調べてチェックしてみたので発表したいと思います。まずですね、中国メイクのポイントはですね、かなりドール肌です。ツルンとしているような肌に立体感を大切にしてるなって見た印象を思いました。ノーズシャドウとかをしっかり入れてあげたりとか、あとはこんな風にツヤ系のハイライトをたくさん入れて立体感のある肌作りをしていきたいなって思います。なのでハイライト必須ですね。今まではですね、ハイライトはこう T 字に入れるんだよっていうのが定番だったんですけど、私が最近入れてるハイライトのポイントもあるので後で紹介したいと思います。唇もプルプルにする方もいたんですけど、私はちょっとマットめで唇は大きめに描いています。自分の唇のラインからはみ出るぐらいの感じでわざと大きめに描いています。あとはちょっと口角を上げるようなメイクを取り入れたりしています。アイラインは黒が多いですね。黒でやっぱりそこはチャイボーグメイクとあんまり変わらなくて、ラインはちょっと長めでヒュイって上げる感じにしています。私はあんまりつり目が好みではないので、どっちかっていうと垂れ目派なので、ピュイッと長めにしながらも垂れ目に見えるようなラインを引いたので紹介します。マスカラとかはですね、結構黒めのマスカラを使うことが多かったです。でも中国のマスカラですごい可愛いマスカラがあるんですけど、カラーマスカラもたくさん出ているので、そのうちカラーメイクとかもたくさん増えてくるのかなって思います。あとカラコンがですね、コンタクトが意外と色素薄めのちょっと縁ありをつけている方が多くて、これもびっくりしたのが、こうなんか私みたいにいかにも作り込んだメイクが好きな方だけじゃなくて、黒髪だったりこう暗髪ナチュラル系の、女優さんみたいな方も、ナチュラルの方ももちろんいると思うんですけど、結構青いコンタクトつけてたりとか、グレーだったりとかヘーゼル系のコンタクトつけてるのが印象的でした。意外でした。でもすっごい美人な方がつけてるからめちゃくちゃお人形っぽくて、ナチュラル系の方も色素薄いカラコンすごいおすすめだなって中国メイク見て思いました。日本だったらナチュラル系の方だったらコンタクト裸眼か、それとも、ほとんど裸眼に見えるようなナチュラル系をつける人が多いのに、派手めのコンタクトをつけている方も多かったのがすごいびっくりしました。私的にすごく好きなメイクだなって思いました。目元はですね、それもやっぱチャイボーグとかと近いものがあるんですけど、赤みっぽい感じが多いかなって思いました。あとは大粒のラメを使っていることが多かったので、大粒のラメもメイクに取り入れてみました。そしてここの赤鼻イチゴ鼻チークなんですけど、最初はいやなんかこれ2次元の話だろうと思って、3次元でこんな鼻の先赤くて寒いんじゃないんだよね、めっちゃ変じゃないかって思ったんですけど、いざ自分がちょっとやってみたら、あ、
なんかちょっと可愛いかも思っちゃって最近はやってます。意外となんて言うんですか、ここの口周りがキュッと小さく見える感じがドール感につながるのかなって思って私は好きです。どうしてこのいちご花が流行ったのかなと思って調べてみたら、どうやらここの花の整形をした後にここの小鼻が赤くなるらしくて、それをなんか隠すためのメイクとも言われてるらしいです。なので整形、鼻の整形を考えてる方にはとってもいいメイクだなって思いました。私はこうしてるわけじゃないんですけど、あの可愛いんでやります。それではスタートです。キャンディードールのラベンダーのベースを使って透明感を出していきたいと思います。私はこれがないと本当に生きていけないぐらい、塗ったと塗らないじゃ全然顔の色が変わります。ほらすごい変わります。肌がトーンアップするだけじゃなくて SPF も入っているので便利です。キャンディードールのパレットコンシーラーを塗っていきます。オレンジ系をクマに塗って、小鼻の周りはちょっと白めのものを塗っていきます。最近ニキビを潰したばっかなのでそこもカバーしていきます。中国コスメを買ってみました。すごい可愛いです。くすみ赤っていう感じなんですけど、いつも横に入れるんですけど、中国メイクは斜めに入れていて指でポンポンポンとぼかしていきます。ノーズシャドウと人中を短くしていく、影を入れる作業もしっかりしていきたいと思います。こちらはちょっとサンプルで作っているのでお楽しみに。赤みがないものを今一生懸命作っています。こちらもまだ発売していないんですけど、かなり良いパウダーが出来上がるのでお楽しみにしていてください。ミキポンコラボのコスメをいただきました。ありがとう。シェーディングタッチを使っていきます。こう顔周りしっかりやっていきます。で鼻の下の人中とかもさらに影を入れて短く見せていきましょう。眉毛はしっかりある印象です。お人形っぽくしたいのでふわっと柔らかく私はしていきます。アイシャドウは赤みのあるものを選んでいきます。ドリンクの限定、今もまだ売ってるのかな、それを混ぜて使っていきたいと思います。全体的に二重の幅とちょっとぐるっと目の囲むようにつけていきます。涙袋もしっかり作っていきます。マルチリキッドライナーです。ドリンクです。影を入れていきます。そしてまた続きの赤目のとかけるラメを全体的にのせていきます。こんな感じです。次は大切なハイライトを入れていきます。ふわっとおでこを全体にやっていったら、次は鼻の横ですね、目とあと鼻先の部分にちょんちょんとつけていきます。今までは T の字全体につけていったんですけど、この2箇所につけていきます。あとは目の下ですね、こう光を入れたいなっていうところにちょんちょんと入れていきます。また鼻の下、顎先入れていきます。こんな感じでキラッとめちゃくちゃ綺麗に光ります。そしてドリーウィンクのマイベストライナー、今回はブラックを使っていきます。かなり濃密にかけます。で跳ね上げるんではなくてピュイッと描く感じ、ちょっと長めに描いています。中国メイクは結構アイラインが長めです。そして下まつげもちょっとだけ描いちゃいます。マスカラもブラックです。これはクリオのマスカラなんですけども、筆が細めで結構真っ黒でパキッとまつげが上がります。目尻にだけ私はつけました。中国メイクはまつげがパッチリしている印象なので、こちらのドーリーウィンクのハーフタイプ08番黒目強調を目の真ん中につけていきたいと思います。私は普段垂れ目派なので垂れ目のまつげしか作ってても使うことなかったんですけど、今回は黒目強調で丸目にしてみました。意外とねアイライナーとも相性が良くてめちゃくちゃ可愛いです。あとこの色素薄いコンタクトともすごい相性が合います。中国メイクは大粒のラメもポイントかなって思ったので、こちらのラメを使ってみました。目の中心にのせていきます。縦にのせる感じです。こちらも中国コスメです。読めない緑のラメなんです。めちゃくちゃ可愛い。これも目の真ん中だけにつけていきます。縦に入れるようにしてください。そして目の下にも軽くキラキラさせたいとこ全体につけていきます。こんな感じです。ティッシュオフをしてリップを塗っていきたいと思います。キャンディードールとブラックルージュを混ぜていきたいと思います。先にブラックルージュでこう中心にハートを描くようなイメージでちょんちょんちょんとだけつけて指でぼかしていきます。この時指であの山をイメージしてつけていきます。
そしてこちらのドリウィンクのグレージュのアイライナーを使って口角を上げていきましょう。口角の延長線上にクイッと、まあ、好きな形で描いてみてください。これやると全然変わるので、本当に M 字に成形したみたいにすごい変わるので、今日から早速やってみてください。そしてキャンディドールのスフレリップを上から足して、赤イエローブラウンみたいな感じですかね、混ぜた感じにしています。でしっかりぼかしてください。あ、すごいついちゃった。いう時は綿棒でしっかり取って、塗りすぎたリップも綿棒で綺麗に取ってください。私は最近唇にハイライトを入れるのをハマっています。これはインスタで見て買ったグロスです。この図のようにちょんちょんと入れてみてください。なんか最近は山がちょっといらないんじゃないかなと思って、真ん中にも乗せちゃってます。髪の毛をやっていきたいと思います。小泉のこの電動ブラシは本当にエクステをつけている人は全員に使ってほしいぐらい髪がサラサラにまとまります。そして高めに、まあ一旦ツインテールみたいな、ちょっと恥ずかしいんですけどツインテールみたいのをして、そして根元をギュッギュッと三つ編みをしていってください。これが緩めにやってしまうと後で毛がたくさん出てしまうので、ギュッとしてください。そしてピンでピッピッって止めるだけです。めちゃくちゃ簡単です。同じように図編みをしてくるくるっと巻いて、毛先をピッピッと2個ぐらい編めピンで留めるだけです。そしてヘアビューロンで巻いていきます。温度は120度に設定しています。前髪を薄く見えるようにクイッと入れてみてください。できた。どうだったでしょうか。ぜひ中国メイク取り入れてみてください。中国メイク、チャイボーグメイク早い方はもう去年とかもっと前からやってる方もいると思うんですけど、私の中で今ズバで可愛いなって思える瞬間が来たので、ようやくメイクで取り入れられたらいいかなって思っています。まあなんか流行り、よく流行りあると思うんですけど、量産型だったりとか地雷メイクとかが流行ってますよみたいな感じでメイク乗せたと思うんですけど、それをこう見ている、今見ている皆さん的にこうやっぱちょっと抵抗がある方もいると思うんですね。やりすぎだなとか、ちょっと痛いなとかあると思うんですけど、私がまあコスメとか作ってたりメイクを発信していく上で思っているのは、流行りっていうのは全部取り入れればまあいいってものじゃなくて、もちろん可愛いと思ったらいいと思うんですけど、なんか自分の中でこの技、今日だったらまあ赤い鼻可愛いなとか、なんか例えば人中短くするの可愛い、唇ぷっくりするの可愛いとか、なんかそれぞれのヒットポイントがあったら、無理に全部じゃなくて1個とか2個とか普段の自分のメイクに取り入れられたら、すごくそれだけで今前の自分とちょっと違う自分が見えて、すごい面白いと思います。まあ、あと面白いなと思って見てくれたらいいかなって思います。一つでもですね、こう今年っぽい何か、例えば今年だと大粒のラーメンを入れてみるとか、何でもいいんですけど、そういう何かトレンドを一個だけ入れるだけでも顔が古くなりにくいので、毎日昔の化粧品を使って毎日同じメイクをしていると、結構顔って老けるんですよ。怖い話なんですけど、化粧品ってやっぱり使っている成分だったりとかがトレンドによって色が若干変えたりとか質感を変えているので、古いコスメでずっとメイクしてると顔が古くなるって言われているので、ずっと愛用してればいいんですけど、ちょっと久しぶりのアイシャドウとかだったらちょっと切り替えて新しいものを取り入れるっていうのは、顔が古くなっていかないポイントだと思います。若い方だけではなく30代以上の方も貪欲にチャレンジしてみてください。1個取り入れるだけですごく楽しいメイクです。そしてですね、今日つけているコンタクトも、このちょっと色素薄めのバンビシリーズのミルクベージュっていうコンタクトなんですけども、今
今回初めてバンビシリーズでキャンペーンを始めるらしいです。6種類のコンタクト、人気の6種類が30名様に当たるっていうキャンペーンをやってるので、ぜひこちらも応募してみてください。8月16日23時59分までです。初めてプレゼント企画やってるのでいいなって思います。というわけで、普段は私もインスタグラムで、メイクとか投稿してるので、よかったらインスタグラムのフォローもお願いします。そしてこのチャンネルがいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。コメントも全部読んでます。ありがとう。というわけで、また次も見てくれたら嬉しいです。以上、マサーカ翼でした。バイバイ。最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。